皆さんこんにちは。沼ってますか？現在メインカメラ入れ替え中のイソフスと申します。 YouTube 撮影用のカメラが手元にないので、今日の動画は静止画でまさにボラギノールスタイルでお送りいたします。今日のお題はこちら。10年前のペンタックス Q10 に純正ズームレンズ06テレフォトズームをつなげてスナップしてきました。 Q10 のスナップ動画は4本目になるんですが、ここでようやく本命レンズの登場です。今日は特に箸にも棒にもかからない作例が続いちゃうんですけども、実際にスナップで撮影してきた写真、フルサイズカメラとの取り比べ、レンズの使用感などについてあれこれ喋りますので、ペンタックスに興味のある方にお楽しみいただければ幸いです。本編の前に1点お知らせがございます。ブログ経由でもろもろお問い合わせをいただく際は、返信可能な連絡先からお願いいたします。宛先不明でお返事できないことがあったんですよね。申し訳ございません。06テレフォトズーム、こちらペンタックス Q シリーズ純正レンズの堂々たる望遠第三元ズームとなります。焦点距離は15-45mm。 私が使っている Q10 はセンサーサイズが小さい世代のものなので、 35mm 換算すると83-249mm となります。絞りは F2.8 同士、いわゆる望遠第三元ズームになりますね。それなのにこの手のひらサイズというのが最大のメリットでも言いましょうか。写りはですね、正直なところはあるんですが、このサイズ感で望遠第三元を持ち歩けるという点で他の追随を許さないあたり、なかなか面白いレンズだと思いました。打足にはなりますが、写真を iPad に取り込んでIGZIFデータを見ると、最初から 35mm 換算表記で出してくれるんですよね。これはありがたい仕様でした。では早速1枚目です。もう最初から言い訳しますが、望遠レンズでこういう圧縮効果をどうしても撮りたくなっちゃうんですよね。今日はこのパターンばっかりです。難しい。で、この日はフルサイズミラーレスの Z6II とシグマ 105mmF1.4 も持ち歩いていました。それで取り比べてみたんですけども、いかがでしょうか。小さいセンサーで 249mm の圧縮効果、望遠でありながらピントの幅は結構広いですね。片や大きいセンサーで 105mm の開放ボケボケ効果、色味は圧倒的にこっちの方が好みです。しかし機材のサイズ、重量、値段、どれもが Q10 の何倍もします。何が言いたいのかというと、カメラ機材ってどんな表現をしたいのかから逆算して選ぶべきだなぁと改めて思ったのです。それが最初から分かっていれば散財せずに済んだなぁなんて、それを言っちゃおしまいですね。レンズの特徴なのか、センサー側のダイナミックレンジの問題なのか、明るい場所ではとにかく白飛びしやすい印象を持ちました。写真はすべてロー現像しています。白がすぐ飛び、黒がすぐ潰れる、ならばモノクロにしてやろうという現像です。アスペクト比についてなんですが、個人的には3:2の方が使いやすく感じます。どうも4:3は狭いんですよね。ならばいっそ1:1スクエアの方が収まりが良いというか、そんな感じです。なお、ホワイトバランスが揃っていない件については申し訳ございません。なんで女の子のポトレ作例がないのかって？無理無理無理、恥ずかしいです。陰キャは黙って花を取ります。この写真では焦点距離による圧縮効果の違いを試しております。なお、この日、この公園ではポトレ撮影会が開催されていました。249mm もありますからね。遠くからその様子を伺っていたわけではありますが、なんと言いましょう、左の方は保護者ではなくカメラマンさんなんですが、露出度の高い未成年の女の子をおじさんが撮影するというのは、親御さんの気持ちを考えるといたたまれないものがあります。決して羨ましいわけではありません。冗談はさておき、望遠レンズで遠巻きからスナップするというのは心のどこかで卑怯だなという罪悪感はあったんですよね。例えば私が尊敬してやまない写真家梅佳代さんならば、この状況で至近距離からドンと行くでしょうし、そうできるコミュニケーション能力があってこそだと思うんですが、望遠画角の用途を私のように単純に気づかれないためだけのものにしているのであれば、やっぱりそれって卑怯だなと思ったんですよね。スナップで成長するにはもっと短い画角に切り替えないといけないのでしょう。さて、福岡空港の近くにやってきました。飛行機撮影やってみました。なんとも残念な結果です。ペンタックス Q10 にはボディ内テーブル補正が内蔵されているんですが、望遠機になればなるほどこれが暴れるんですよ。
最後の最後、シャッターのタイミングでウィングレットがはみ出てしまいました。これでは帰れません。もう一回チャレンジします。同じミスしてんじゃねえよ。この日持ち歩いていた片割れは Z6II と eLucky75mmF3.5、 自分で鏡頭を塗った動画に登場していたあのレンズです。 75mm では物足りませんが、 Z6II で名誉挽回になるかチャレンジしてみましょう。連写ではなくシングルショットの連続です。ベストショットはこちらのカットになるでしょうか。飛行機ガチ勢の皆様、お手柔らかにお願いしますね。話それますが、もともと内面反射がえげつないことになっていたイーラッキーがアクリルガッシュを塗ったおかげでここまでまともになったというのは素晴らしい結果でしたね。 Z6II はドナドナしてしまいましたが、イーラッキーをはじめとする引き伸ばしレンズ、こちらは一通りまだ手元にあります。フランジバックの制約が厳しい一眼レフで今後どうやって使っていくのか考えているところです。引きで見ると解像感に違いはないような、しかし拡大するとその差は明白でした。 Q10 は1200万画素、 Z6II は2450万画素。しかし Q10 はコンパクト、 Z6II は結構な重装備、トレードオフとはよく言ったものです。今回のスナップで学んだこと、1つ、望遠画角に頼りすぎるとただの盗撮になってしまう。1つ、小さなカメラはスナップに最適。機動力に全振りしているペンタックス9シリーズ、しかもレンズ交換式とくればスマートフォンとの差別化もできますし、発売から10年の時を経てこういうシステムって今受けると思うんですけど、リコさん、9シリーズの再開期待してます。 Q10 を購入した当時の話なんですが、カメラ本体と標準ズーム、望遠ズームの3点セットで5万円くらいだった記憶があります。今考えると破格のバーゲンプライスですよね。正直使っていてプラスチックマウントで剛性感ないなとか、防塵防滴じゃないから雨降ったら困るなとか、お値段なりの不安箇所っていうのはあるんですが、今まで何度も濡らしてきましたし、何度も酷使してきた中でまだ壊れずに動いているということを考えると、旧シリーズって大したプロダクトだったんだなと思っています。固定の背面液晶が暗すぎて屋外の撮影が辛いこととか、バッテリーの消耗が激しいこと、だから背面液晶の輝度を上げられないっていう縛りがあったりとか、また今回分かったことで望遠側の手ブレ補正が暴れてしまうこと、こういった点が改善されて、かつバリアングル液晶搭載の新モデルがかつての空張り展開と合わせ技で、昔はエヴァンゲリオンとのコラボとかもありましたよね、旧シリーズって。そういう合わせ技で展開された日にはソニーの Vlog カメラを食っちゃいそうな勢いがあると思うんですよ。レンズ交換式バリアングル GR、 そんなコンセプトのカメラが欲しいです、リコーさん。と好き勝手喋っておりますが、毎度のことながら最後までご覧いただきありがとうございます。今回もこの内容のブログ版を作っています。掲載している写真は違うカットになります。おかわりご所望の方は概要欄の URL から遊びに来てくださいね。さて、前回投稿している動画、今更注文した一眼レフ D850 の動画がですね、私が投稿している YouTube の動画の中では最初に見られるこの動画の再生数の初速が過去一番と言っていいほど早かったです。やっぱり機材系って強いコンテンツなんですね。はい、でその D850 の到着がですね、順調に遅れておりまして、私の完全なる不備なんですけども、マップカメラさんに送るはずの 3% 優待券を同梱し忘れてしまいまして、今再送しているところです。来週の動画投稿に D850 は間に合うのか、早く撮影に行きたいものです。ということで皆さん、また沼の先でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。